はい、どうも、アットくんです。僕はですね、僕はですね、生放送とかをよくするんですけど、で、まあ、声とか折りに生放送とか、まあ、ゲームしたり喋ったりしてるんですけど、まあ、ね、滑舌はまあ、生放送とかする人にとって命じゃないですか。で、なんか今日イントネーションおかしいな。で、まあ、早口言葉で検索してみたら、その早口言葉ランキングみたいなものがあったんで、それをね、やっていきたいと思います。ということで、1個目はこちら。なななな、しすぎでしょ。いきます。なななまむき、なまなまなま、ななままむき、ななまごめん、ななまたまご。よっしゃー。どんどこよ。はい、次。これは俺でも知ってるやつだね。多分有名なやつでしょ。いきます。この立てかけに立てかけかけたのは竹立てかけたかったから立てかけたかったのです。です。です。はい、三つ目、これ。これはなんかもう、キョ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 するやつ。いきます。東京特許許可局局長、今日急遽許可許可許可。みんなは何も聞いてない。全部。忘れて。今までの、それを。次。まあ、俺がわかんないけど言います。わかった？わからない？わかったらわかったと、わからなかったらわからなかったと言わなかったら、わかったかわからなかったかわからないじゃないの。わかった？はい！はい！すごいでしょ。最後行きましょう。バナナの謎の謎謎謎謎なのだけれど、バナナの謎はまだ謎なのだぞ。まあ僕ぐらいになるとね、これぐらいの早口言葉余裕なわけですよ。まあコメント欄でね、みんなもなんか早口言葉すごいとか言ってくれると思うんですよ。ね。うん。わかってる。何も言わないでいいよ。ということで、今回はね、早口言葉に挑戦していきました。よかったらなんかこれやってほしいとかあったら、ぜひぜひコメント欄とかの方でお待ちしております。ということで、バイバイ！